なるみさん、僕はなるみさんが好きだ。3週目、よし、これでラストだ、決めるぞ。やばい、気づいたら寝ちゃってた。今日もいつも通り頑張ろう。1時間目どうしよっかな。ちょっと、さっさと席つきますか。トイレ我慢しましょうか。なぜかというと、あー眠くなっちゃうな。早く終わらないかな。スースー、え、どっからが、え、あ、むにゃむにゃ、ぺちゃんこじゃないか、ぺちゃんこじゃないか。ピンピンさん、柿の種投げないで。投げてない、投げてない。ダメ、え、ダメ、投げたら地球がどうなるって言うんだ。私が滅ぼす、すごい中二だ。今度は滅ぼしだ。 MG 君、え、あのね、嘘、やばい、ピンピンさんは僕のこと好き、でも僕はなるみさんが好き。どうしよう、起こさなきゃ。このまま、じゃあ寝顔見ちゃいますか。次、ピンピンさん、ピンピン、は、はい、ピーン。次読んで、チラッ、こっち見た、俺も聞いてなかったよ、ごめんよピンピンさん。あ、キンコンカンコンだ。中村はいいよ、中村はいいよ、中村が一番嫌いだ。あ、公園に行ったらまた会える、あの人に会いに行こう。あれは、びっくりした、僕の好きな猫ちゃん、かわいい。ちょっと餌食べすぎだけど、かわいいな、本当に。なるみさんと猫ちゃん、かわいい、最高。どっちだにょ、眠いにょ、にゃーにゃー、かわいい、最高だ、MG のやつったらね。え、まずい、そういうよからぬことを思ってたのバレちゃったかな。俺も猫触りたいし、お話したいし。なるみさん、あ、MG、 すごい、猫の目つき、何よ、何か言いたいことでもあるの。いやー、猫と戯れるなるみさんもいいよね。え、どういう意味、絵になると思ってさ、僕絵すごい下手だから大変だよ。赤くなってるね、一緒に帰らない。もちろん、そのつもりだったよ。ふふ、みーちゃん、じゃあね、バイバイみーちゃん。かわいい、猫ちゃんかわいい。今日も夜がやってきてしまった。このままでは3週間が過ぎてしまう。諦めようかと思えてきた今日この頃だ。今でも問題なく生活できてるし、美少女がこの目で見られないのは残念だけど、誰か俺のことを好きになってくんないかな。俺は一晩考え、呪いを受け入れることにした。人は中身で見よう、美少女と仲良くしようなんて発想が間違いだったんだ。そう考えないとやっていけないで。でも中村は許さない。 MG、 ああ、なるみさん、ああ、なるみさん、何朝からぼーっとしてんの。なるみさん、なるみさん、僕とお付き合いしてください。早くしないと遅刻しちゃうよ。遅刻していいです、僕に来ますか。てんてんてん、なるみさんが最高画質になってた。やばいぞ、これ 4K だな、 4K。 そしてすごい可愛かった。正方形になるべき戦士だったんだ。俺にかけられた呪いは本物だったということか。あ、チャイムだ。やっぱ全然授業に集中できない。なるみさんのことで頭がいっぱい。 MG って、もう、なるみさん、今日くらいは帰ってあげる。いいんですか、本当にいいんですか。ちょっと嬉しいな。一緒に帰りましょう。はい、てんてんてん、あの、なぜ一緒に帰ろうと。気分よ。あ、なるほど、気分屋さんなんだ。いや、全然そんなことないですよ。そのため、ために MG とはゆっくり話しようと。そうですね、お茶していきます。持って、あ、なるほどね、友達と帰ってもよかったけど、僕がよかったって、まずい、まずいぞ、このゲーム最高だ。やっぱり何でもない、何も聞かなかったことにして。は、はい、なんで素直に言えないかな。え、何も言ってないからね。え、最高じゃないか。もうダメだ、ピンピンさんダメ、もうピンピンさん終わり。今日から僕、なるみさんに変更します。あれ、なるみさん、走っていってしまった。俺、何かしてしまったのだろうか。なるみさん可愛かった、最高画質だった、それも 60fps で動いてた。外見だけじゃない、なるみさんはたまにきつく当たってくるけど、そこがはっきりしてるから一緒にいて気持ちいい。もっと一緒にいたい、痛いけど今日走り去られてしまった。
僕が気に触れることを言ってしまったんだろうか。こんなに気になるなんて、なるみさん。結局あまり眠れなかった。なるみさんが最高画質に見えたのは、僕の願望が生み出した幻覚ではないのか。やばい、清原デビューか。僕も幻覚で清原で。あー、なるみさん、おはようございます。なんだかそっけないな。 MG 君、まだ正方形だったのかよ。まだ正方形かよ。ため息多いし、いいよ、君には興味ないから。俺のせいかも。いい、もう相沢さんごめんね。何も教えたくない。あんまり君とは話したくない。はい、バイバーイ。これは絶対になるみさんと話をしなければ。よーし、放課後なるみさんの予定はないことは知っている。だって僕はストーカーだから。教室の外に連れてって追いかけよう。連れてってじゃない、連れてってじゃない。なるみさん。あ、何の用。二人っきりで話がしたい。ダメかな。いいよ、よかった。じゃあ一緒に行こう。屋上、うわ、ヤンキーすごい溜まってそう。ここタバコ吸ってそう。張り切ったのはいいものの、二人の間には気まずい空気が流れていた。緊張して一歩が踏み出せない。俺情けないな。あのね、ん、私はいつも自分に素直に生きてた。なのに MG といると素直になれなくて、私の知らない私が出てきちゃう。もう声が震えてる、ブルってる。言いたいこと言えなくなっちゃうし、頭の中グラグラしてて、言いたくない言葉も出てきて、今も怖くてしょうがないの。なるみさん、昨日はごめん。いいです、そんなこと。いつもそうやって許してくれる。私 MG に嫌われたくない。あ、嫌わないです、大丈夫です。昨日気づいたの、私 MG のことが、好きかもって。好きかも。なるみさん、僕はなるみさんが好きだ。はい、同じクラスです。 MG と言います。よろしくお願いします。いきなり呼び捨てだ。やばい、ピンピンさん、どうしよう。なるみさんと付き合いたいな。お弁当ついてるよ。え、どこどこ。おへそ。あ、なるみさん、なるみさん、明日暇でしょ。映画見に行きましょう、映画。 MG を誘ってよかった、ありがとうございます。そんな喜んでもらえて嬉しいよ。私こんな趣味があるなんて誰にも言えなかったんだ。 MG、 なるみさん、なるみさん、大好きだ。ちょっとツンツンしてるところも、自信満々なところも、くるくるのポニーテールも、角が丸くなったなるみさんも、全部好き。結婚したいくらい。何言ってるの、それに声が大きい。なるみさんは？聞こえないよ。やったー、なるみさんだー。みんな聞いて、僕なるみさんの彼氏だよ。やったー。だってさ、ははは、私も嬉しいぞ。ははははー。あ、笑ってる。やったー、ハッピーエンドだ。あれから学年も上がり、受験を視野に入れて勉強の日々が始まっている。なるみさんは大学に向けて勉強中。俺はまだ決まってないけれども、なるみさんに釣り合う男になるよう努力は惜しまないつもりだ。息抜きには映画鑑賞して熱く語り合うこともある。俺にとってはかけがえのない時間だ。僕にかけられた呪い、いつの間にか溶けていて、他のみんなも高画質になっていた。みんな可愛かったけど、やっぱなるみさんが一番可愛い。呪いのおかげでなるみさんとこうして過ごせるんだから、あの悪魔には感謝しないといけないな。ありがとう悪魔、ありがとうなるみさん。俺は最高に幸せだぜ。そしてこのゲームを作ってくれた人、ありがとう。あー、終わった。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。私ですね、初めての恋愛ゲームの実況ということで、正直どういう風になるか分かりませんでしたが、すごく楽しいゲームで、有名な方も実況されてらっしゃいますが、少し僕らしさが出せたのかなと思います。もしこの動画が良ければですね、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では最後までエンディングをお楽しみください。